スタートしましたた若干遅れたのは2番シャイイニングデイズ後方ですまずスタンド前先行争い内から5番カッシーに出ていきました1馬身リード追っていく6番ギルマ外は10番プランドラー2番手、3番手4番手、内に3番バラック・パリンカ前から5投目7番アール・コンセンサス1コーナーを迎えます中段に控えた1番マイネル・レアードフあとは3馬身差8番、里イ大臣です。1コーナーナを回って 飛ばします。5番カッシーにリードは6馬身7馬身8馬身取って2コーナーを迎えます。単独2番手6番ギルマ1馬身後方3番手は10番プランドラ。ー第2コーナーをカーブして向こう上面に出ました。あとは3馬身後方単独4番手3番バラックパリンカ。あとは3馬身後方7番アールコンセンサス。その直後に1番マイネルレアードフ2馬身後方に8番サトノライジンが行っています。3馬身差4番ビップモーリー。 さらに3馬身遅れて9番ジョーノベリスタ2馬身差最後方に2番シャイニングデイズです向正面、中ほどを過ぎてこれから3コーナーを迎えますが5番のカッシーニ依然としてリードは10馬身ぐらい飛ばして3コーナー800を切ります2番手は6番ギルマ3番手10番プランドラー前に迫っていきます4番手は3番バラック・パリンカあとは上がっていくうち1番マイネル・リアードさあ前は5番カッシーニ一気にリードが縮まって 前は様相が入れ替わります今度は6番、ギルマ先頭に代わって4コーナー手前2番手は10番、プランドラー交代は内3番手は5番、カッシーニ4コーナーに向かいます大外は3番、バラック・パリンカ第4コーナーを回って直線に向かいました。 前はは番番ギルマ先頭か外は10番プラランドラー並んでいますあとは7番アールコンセンサス大外は3番バラック・パリンカ残り 200m4 頭広がった内から2頭目10番プランドラーですが7番アールコンセンサス迫っていく3番手は6番ギルマ頑張っている10番プランドラーか7番アールコンセンサスか10番プランドラーだール2着7番のアールコンセンサス3着6番ギルマでした